日本語の四つかなの文布図図図弁は、一般には東北方言の俗称であるが日本語の方言学では、音音上、死体、死体、つおよびその濁音、自体、つの区別がない方言を指して使われ、一つ、仮名弁とも言う。日本語の方言のうち、多くの方言で起こった二つかないの統合がさらに進んだものと考えられており、四つかなの統合の最終的な形である。 しかし、もともと、これらの方言やその起源に、何らかのベース、基礎語が存在したという説もある。ズーズー弁が分布するのは、青森県から福島県北部、新潟県阿賀野川までの東北地方及び、北海道沿岸部と富山県中東部、山陰地方中部である。北大方言と、雲博多ことでは、し、ち、地に近い発音、南大方言は、つ、つ、 図に近い発音になるとされる。例えば、寿司寿司は、共に、北大方言と、雲博多ことで、四死、エスエス、南大方言で、寿司エスエスと発音される傾向がある。そのため、前者は、ジージーベンと呼ばれることもある。北大方言や、雲博多ことでは、音素体系からス、す、ず、り、ジュが欠けているとみなすことができ。 南大方言では、音素体系からし、じ、り、じゅ、が欠けているとみなすことができる。また、これと重なるようにこれらの地域では、遺段と遺団が、中下母音になり、母音単独白の糸へが統合する。このような音琳体系は、裏日本式音韻と呼ばれ、表日本式音韻と対地される。東北方言、東関東方ことと、雲博多ことは、 裏日本式応韻体系を持ち、北陸方言は、裏日本式と表日本式の中間とされる。裏日本式応韻体系の分布は連続していない。これについては、各地で発音時の緊張の緩みにより独立に発生したという見方と、起草後の発音傾向が受け継がれたという見方があるが、明確な結論を挙げていない。ズーズーベンの発音特徴は何らかの起草言語に、 由来するという説。考古学、歴史学などの専門家や国外の言語学者、学際的な研究者は本説を採用することが多い。ありがとうございます。